帰りなさい。3年間失踪していた夫が突然帰ってきた。俺死んだよ。俺と一緒に来ないか。あちこち綺麗な場所があるんだ。そして死んだ夫との旅が始まった。水木です。お世話になった島影さんだ。何ですか？趣味ですよ。雄介先生とお話はね、本当に面白いんですよ。亮太元気か？雄介先生だ、やった。こんな雄介初めて知ったな。そう？私今が一番好きかも。人々と出会い、互いの思いを知る。私の中じゃ全然終わってない。けれど別れの時は近づいていた。いつまでもここにいて。あなたとの旅路を永遠に続けられたら。岸辺の旅。うちに帰ろう、一緒に帰ろう。